こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は魔王流ニュースということで、今回は次回イベント最速でキャッチいたしましたので、こちらの情報を紹介したいなと思います。なんと皆さん待望というか、なんというかね、原作者は書き下ろしシナリオが実装予定ということで、今月末ですね、メイドインテンペストというタイトルのイベントが始まるようです。なんとまあこの画像の通りね、リブルがメイド服の姿になって、まあ魔王流でしか見られない新展開ということになっております。でここを、某ね、某雑誌、まあ、普通に言うと 月刊シリウス、月刊誌ですけど、1月号だね、シリウスの1月号に、まあ、こういったあの魔王流のねページが1枚あって、まあ、こんな感じで魔王流のねことが紹介されていた中で、一つだけ、まあ、新情報ということで掲載されておりました。それがこれなんだけど、ちょっと文面読むと、リムルのねメイド服の姿がね公開される本イベント、どのようなイベントになるのか、そして他にどのようなキャラがメイド服で登場するのか、まさかのキャラも参戦予定ということなので、お楽しみにということで、これはガチャで実装されるでしょう。おそらくメイドリムルこれで実装され、あでもあれか、普通に配布の可能性もあるね。よくよく考えると、あのベニマルがね、前回のまあ今やまだやってるね悪魔秘書イベントで配布されたことを考えると、もしかしたら配布枠、このメイドリムルが配布枠という形で、ガチャはまた別のメイド服の姿をしたキャラクターが、まあ、実装されるかもしれないねという感じかな。うん、まあ性能についてはまだ完全に未知数な状態ではあるんですけど、まあこの調子であのオリジナルイベントだったり、まあオリジナルのねあの服装の、まあ、キャラクターがどんどん実装されていくっていうのはファンからしてもかなり嬉しいことだと思いますので、ちょっとまあこれ11月末まあだから要は来週ってことだと思うんですけど、来週の火曜日ぐらいかな、おそらくね、いつも通りであれば来週の火曜の11時から実装とか、まあそういった感じになってくると、まああるいは普通にこの悪魔秘書と切り替わり終わった直後から始まっていくみたいな感じかもしれないし、かぶせてくるかは何とも言えないところですけど、まあイベントは多分月2ぐらいで始まるのかな、やってく感じになるのかな、この感じだと。なんとも言えないところだけど、さすがにそのなんだろうな、常に同じ感じのイベントを繰り返すだけじゃないと思うんで、また違った形式のイベントかもしれないし、うん、どうなんだろうねという感じはあるんですけど、あと来月に関してはね、このメイドインテンペスト、このオリジナルストーリーがもちろん始まっていくってこともあるし、クリスマスとかあるからね、クリスマスイベントは多分まあどこのスマホゲームも外さないところだと思うので、あるよねと。そっちのクリスマス衣装だったりとか、まあクリスマスのオリジナルストーリーとかね、そういったところも期待したいかなという感じですね。はい、ということで、あの詳細をねもっとあの紙面で見たいという方は、ぜひ皆さん月刊シリウス1月号に載っていますので買ってみてください。僕が宣伝するのもなんですが、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。